どうも、流星です。今回はですね、核を初めて使ってみようかなと思います。まあ、核使ってくださいみたいな声がちょこちょこ聞こえてたので、100レベルだったので、ね、使ってみたいと思います。メダルは戦うゲッターメダルですね。攻撃が 70% で体力が 64%。で、ダッシュ速度が 28% かな？まあまあそこそこあるって感じです。で、特性で、お宝いない時に味方が、はい、ダッシュした時のゲージが増加するので、タグとしては初めてね、ゲッターをつけてみようかなと思います。あとは、ムゲラの一味、パラミシア、新世界の4つのタグですね。159% で、ちょっとゲッター入れちゃったんで、まあ、下がっちゃったんですけど、まあまあ、全然いけるかなと思います。裏はアルベルでね、やられたら、やり返ししていこうかなと思います。はい。ということで、どれぐらい特性を分かってくださってる方がいるか分かんないですけどね、ソルして、旗に速攻行っていこうと思います。レッツゴー！1試合目お願いします。ディフェンダーがいないんでね、ガンガン抜いていきましょう。で、ちょっと待って、任せて、頼む、任せて。やっぱり誰も分かってくれてない。いやいや、もういいや、青大和で抜くなんかもうわけわからんんだけど。オッケーで抜いてくれるんじゃない。した抜いたら俺抜こう。抜いて。で、ちょっと一旦ここ俺、ハト貯めとこうで、抜かれてから行こう。全然いいや。全然いい。で、抜いてくれたら、あ、ちょっと全然向こう抜きに行こうか。お、ありやな。下降りたし、別に戦うつもり全くないからね。一応、攻撃に吹っ飛んで、戦えるは戦えるけど、って感じよね。戦えるけど、ハト抜きたよね。で、初期ハト増加を生かしたいから、これ抜いたらさ、8割ぐらい貯まる予定なんですよ。多分。抜かして、ゾロ、間に合うな。お願い、間に合うな。オッケー、えぐいってこれは。ちょっと、ここ、ドゥン。あ、ソルやった、こっち。ビガンはスキルにね、あ、忘れてました。怖い。あ、ソルのタイミングよね。難しいよね。さっき、もし間違えんかったらよかった。で、下降りたってことは、俺そこ行ってくる。いいよ。ちょっとこれ足遅なっとんな。あ、ブースト来た。けどいいよ。同じタイミング。びっくりした。なに。あ、そっか。バホホホホがおるんか。どこにおるんやろ、バホホ。いいよ。ここ、これ、100% 貯めていく。めっちゃ楽しいんやけど。で、下降りたってこと、あ、ミリ残しみたいな人、あ、じゃあ、下手に行かん方がいい、あ、抜いてくれるんね。オッケー。で、バコ方がどこにおるか分からんけど、いいな。10秒ぐらいおるだけで、100% 溜まれんな。もう全然や。これ行こう。ちょっと待ってよ。いつのタイミングで行くかな。降りてからで行くか。オッケー。レッツゴー。あれ、さっき光っとんのお肉やった。あ、全然見てなかった。お肉やったらもらっとったらよかったな。ワン、ツー、スリー。で、ここで、ちょっと、ドゥン。オッケー！ナイス！グッチョブ、グッチョブ！で、これ、フューズ、ソルして。いやー、いいよ、ありがとう。で、抜いちゃおう。いける？無理かな？いける。あっ！惜しい、ちょっと。もう一回さ、いや、これさ、ワンチャン、アルベル行ってみる。アルベルで、あのミリエット抜けるんちゃう？来た、ブースト来た。あ、これさ、いや、ここで、耐えるのもありやけど、あ、いや、おるな。やったら、ここおろ。で、降りた瞬間、行ったり。核のおかげやろ、さっきのは。抜いてまえ。おもろすぎる。ありがとうございました。2試合目お願いします。ママちゃんとか分かってくれとんかな。あ、分かってないな。行こう。全然いい。全然いいよ。もう初期旗は諦めよう。で、これでな、もういいのよ。だってママちゃんが次溜めやすいでしょ。で、これで多分くるくるしとる間にママちゃんが溜まるぐらいで、俺これ溜まるんじゃね。ほら、 100% いくやん。あ、もう十分よ、この仕事で。で、オレンジ上がりやすいし、これで。で、さ、これさ、ジュンってさ。で、ワン、ツー、スリー、おでん。ワン、あ、ちょっと待って。あ、痛い。戦うつもりないんや。オッケー、もう全然、頑張って。俺、上がるで。あ、ピクチャー、こっちの名像向いてない。で、ちょっと待ってよ。どこのタイミングで行こうかな。むずいな。ちょっとこれ、ソルって言って、抜けて、
で降りてきたところそんなもん上がるやん戦う気ないんやからでフランキーが言っとんかな。うん、まあじゃあ、あここをドゥンってして、降り降りよ戦う気なんか一切ない。あ、オッケーオッケー、一緒に追ってくれて、でここちょっと、いやこうジャスト入って、さすがにそれ渡らへんって上上がっていけるんじゃない、これ上抜けるんじゃない。てかこれ、え、俺核の上の特性をあんま分かってない。体力、あ、体力依存だ、無理だ、オーリオ間に合うなあ危ねえ危ねえ、体力依存か。うーん、80倍以上とかやったんかな、ちょっとあんま見てないわ戦う気一切ない。いいで気泥下行っとるけど関係ない。いい、ここそっと落ちて、オッケー抜きに行こう、いけるんじゃない。でブースト来るから多分なこのままいけると思うんだ。来いブースト、ブースト来い来い、オッケー。でこれ抜けてまうね。で 80% 超えて黙る、オッケー。で 80% なんか、いや多分 72% ぐらいな、はい、多分な計算な感じがする。お、食っとこう。でちょっとこれ遊んでみよう。これしたらさ、もっと足早なら、あ、ブーストと思ったなんやねん、なんやねん、まあ、絵は楽しいからでこれ溜まって降りてきたぐらいにさ、これさマムちゃんやろ多分、これマムちゃんやから降りてきた瞬間ドゥンってやったらいけると思うんだよなてかマムちゃんこっち来てくれへんかな、俺そろそろ旗抜きに行きたいな。来てくれへん、いや、あ、来てくれへん、じゃあ、いや、上がって、B の子か、うん、の方がいいね。でも、俺そんな役立たんと思うから、ちょっとここでさ、ドゥンってやって、あ、バレた。ジャスト切って、さすがに当たらへん。で、こっちさ、頑張りたいな。あ、無理？オッケー、いける。あ、無理？惜しい3試合目お願いします。ニカちゃん分かってくれるかな、旗の中入る、あ、入りそうやな、ちょっとこれ任せろよ、マジで任せろ、いや違う、あー、もう嫌やー、もうもう嫌や、勝手にじゃあもう溜めてゆっくり、もうもう嫌やここさちょっとそれで入って避けて、で上がってくるタイミングに降りて、で抜こうで、で青山とさんフォローよろしく、え、降りる、おかしい、フォロー何もしてくれんかった青山と一人で降りてそんなところ何もできんてそりゃそうやろ、オッケー、ちょっと待って、って戦うつもりないから、あ、ナイスバジラング、それはナイスバジラング、痛いマジで痛い、まんない各なんか細ない、オッケー、ナイス、ここさどうしよう、どう抜けよう、どっち抜けよう、もう嫌なんやけど全然連携取れへん全然連携取れへんえぐいって、もうえぐいって怖いって、もうどうしよう、明日青山と行ってんな、オッケー、じゃあ行こっか、え、何、オッケーオッケー、怖い、ほんまに。で、どうしよう？いった。もう無理やて！あ、裏取り中行っちゃう、あんたが好き放題しどかれろが俺も好き放題しどけだ、もう誰とも連携取れへん。いや、もういいや。いや、もう。全部倒しに行こう。あ、いいです。もう全部倒します。あ、ナイス。で、ここで、ドゥンってして、2枚当たった。で、こっちのフォロー入る。抜かへんの？じゃあ、降りてきたとこ狩ろうか？ここ。ドゥン。はい、オッケー。で、取ってまおうで。はい、取ってまおう。オッケー。ジャスト取って。オッケー、アンドン消した。オッケー、倒した。で、ちょっとここ一旦捨てようかな。どうしようかな。まあまあ、ここおったら、抜けんか、抜きに来れへんか。うん。降りてきたところ狙ったらいいし、置きスキルで。オッケー。で、多分いけると思うな。これ、一応、しとうし。オッケー、オッケー。無理せず。オッケー、落ちた。ここ対応。耐えれるかな。
多分ヘブリエロ、ヘブンリエロ。あ、マジでここジャスト取って、あ、じゃあもう勝ったな。オッケー、オッケー、でっか、あぶねー。ちょっと最後はそれはね、ハルベル強いよね。ありがとうございました。はい、ですね、特性を分かってくださってない方がやっぱりね、たくさんいます。だから現環境で、うん、核自体のその旗抜いた時の魅力がすごいすごいんやけど、現環境きついかな。まあまあまあね、生きるところはあると思います。はい、でアルベちゃん強かったね。まあまあこんな感じで、よかったら使ってみてください。チャンネル登録お願いします。それではまたね、よほほー。